必殺アーン返し。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。5第2話の反応集&感想どうぞ。いきなりほぼ全裸、開幕ドスケベオ。ヒカサヨーコアはアニメ3つ目。ヒカサさん根気大忙しっすね。デオッタルさん、ベルをめぐっての勝負。シルさんとフレイヤ様とデベル君の取り合いに。モブだと思ってたキャラが注目のキャラに格上げされた瞬間。前回のシルの正体やいかに。オープニングきた。グリーンの時間だ。名前が変わったって。ダンマチっぽくない気がする。オープニング、ヘスティアのこのシーンかっこいいのだ。ネタバレがすごい。オープニング定期、相変わらず言及できないオープニングだ。最終的にフレイヤファミリアとやり合う話になるのね。調教と書いてマスターと読む。強制連行は草。連行場所喫茶店やん。さっきボコられたのにもう高級喫茶に座らされとる謎の流れ。あの激闘からの温度差。松岡義継さんの島崎信長さん、いつものコンビじゃねえか。あんなドタバタやっておいて普通に喫茶店で座ってお話とは。デートプランを聞くためにボコったの。やっぱりギャグ落ちだったよ。ヘディンが大真面目にこれ言ってるの最高。とりあえずベル君は無罪です。拒否権などなかった。異婦人圧迫面接。さっきから何言ってんだこのメガネ。はいかイエスしか許されないモンド。もうデート行くしかないのよ。断ったらヘスティアファミリアを潰しにかかるメガネ。鬼畜エルフいきなり凄まじい。こいつ物騒すぎるだろ。ベル君ダンジョン内よりも追い込まれてない。浮気は許さない島崎信長の図。シル様崇拝過激派すぎる。フレイヤファミリアなのにすんごい数形あるじゃん。何者なのシルさん。改造調教するんか。改造してやるわ。わろた。ベル君が仮面ライダーに。ベルクラネルは改造人間である。花婿修行始まる。今期のベル君は人権なさそう。探さないで、助けて。わろた。完全に脅迫されてる。最後の助けては重要だろ。ブラックファミリアかよ。春姫が先週から恋文ボットになってる。祈りちゃんブチギレかわいい。声優松岡義継には滑舌訓練はいらないです。助けてくださいシルさんって本音が漏れてくさ。手紙でも現実でも最後に本音を入れるあたりさすがです。ベル様リコリコ式キック。めちゃくちゃ充血しとる。ベルの男が磨かれてゆく。声がでかいは理不尽だろ。前シリーズとは別の意味で生命の危機が。今期はこういう方向でベル君をいたぶって楽しむのね。グズなウサギでグサギ、すごい無理ないか。パワハラやめてくれませんかね。訴えますよ。踏まれてありがとうございますって言ってるアニメ実在するんだ。ヘディンの特訓シーン爆笑してる。また様子のおかしい強化エルフが増えてしまったね。こんなことしてバレたら嫌われるとか思わんのかこいつ。立場的に公共の場に出る機会が増えそうだからいい訓練になりそうでもある。松岡くん楽しそうだな。ちょうどよくても殴られるのかよ。もう漫才だろこれ。松岡さんと島崎さん元気そうで何よりです。メスの顔しやがって。将来有望ランキングだの王様ランキングだの。ダンジョンでハーレムを求めるのは間違っているだろうかバイゼウス。街中じゃなくてダンジョン中で女子の扱いの実践するんだ。物騒なのに女性だけのパーティーとかいるんだ。女性の扱いを覚えて帰ったらヘスティア様ブチギレだろ。2日でこんな改造されてしまったのかベル君。でもこの改造もベル君ってシルさんの好みなのか。こんなベル君は嫌だ。モブ女性冒険者かわいい。実践がダンジョンで出会いを求めるな。落ちたな雷が。ベル君一瞬で住みかしてて草。モブたちドン引きで草。メガネっこの胃がでかい。ハイパーダンジョンサンドタピオカミルクデラックス。タピオカ原作がどの時期に書かれていたかわかるな。この世界にもタピオカあるのか。タピオカ屋を急にディスってきた。要はナンパしろってことか。なんてレベルの高い試練なんだ。手を出さなければ教えられないヘディンって共感向いてないよね。次に遭遇する女ってまさか。知り合いがいたぞ。よりによってこの2人かよ。ちょうどいいタイミングでカサンドラさんたち。ダフネとカサンドラさんが被害者に。
知ってる相手で助かったナベル。カサンドラちゃんかわいい。カサンドラさんがこんなに幸ある顔してるの珍しすぎる。カサンドラさん、すっごいメスの顔してる。俺の知ってるキャラじゃないんですが。女性慣れし始めたベル。変にたらし度が上がったな。カサンドラ、ちょろいよ。SE で草生え散らかしてます。きっちり仕込まれてるな。特訓が染みついている。食いにくそうなお菓子だな。本当に甘いの苦手なんだな。やりすぎたクレープ、サンドイッチ。クリームとあんこマシマシトッピング済みだった。ノーサンクスな押し付けをしてくるカサンドラ。一体何を見せられているんだ。断ったら殺される。後ろでバチバチさせるのやめえや。全方位に笑顔を振りまいている。これガンマチだよね。もうニュータイプに目覚めてんだろう。ダフネちゃんまで赤くなってる。ダフネはどういう気持ちで見てるんだ。ベル君が王子様キャラになっちゃった。このままじゃベル君がプレイボーイになってしまう。こんな計算され尽くしたベル君はベル君じゃない。5期は始まってから情報量が多すぎるんよ。4期までのあの張り詰めた空気は何だったのかと思うほどのギャップ。カサンドラはもちろんだけど、ダフネちゃんも可愛さましましでいいね。もうなんなのよ一体。視聴者の感想。アニメにするとよりテンポよくて面白いな。登場早々ポンコツ龍さん。ぼんやりしてるので同じ皿をずっと磨いてる。恋は龍さんをもポンコツにするんだ。龍さんが間抜けになったなんて俺は信じないぞ。シルに過保護な人たちってフレイヤファミリアのことだよな。宮川ちゃん、シルさんの事情把握してるのかね。お着替えノルマ。H 下着着替えを。2話連続着替えシーン。2週続けてサービスシーンだとどうなってるんだ。今期3人娘のサービスシーン多いな。更衣室に窓がついてるのか。にゃーにゃーうるさいにゃ。サボることばっかり考えてるやつら。何か企んどる。悪い顔すぎる。クロエさんのいい考えろくなもんじゃねえだろ。お、胃がでかすぎる。デメテル様、胸が文字通り8キレン。豊穣の女神大集合だ。恐ろしいことも悲しいこともたくさんあったね。デメテル様が言うと深みがすごいんだよな、このセリフ。女神祭だけあって女神のサービスがすごい。女神祭の開催だ。ベルが執事みたいになっとる。キメッキメの服着てるな。普段のベルの格好ダサいらしいからな。待ち合わせ場所に5時間前。さすがに早すぎるだろう。で、その時間に出会うってどういうこと。萌え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 。シルさん可愛すぎる。シルさんもベル君も映像で見ると破壊力やばいな。ベル君を見つけた元祖の女の子は本当最高だぜ。直球で褒めていく。臨時バイトのヘスティアファミリア。バイトしててわろた。仕事を押し付けられたヘスファミたち。皿を洗う神様初めて見た。神様をこんな使いできるのすごいな。ポニテヘスティアかわいいな。普段からポニテにしようぜ。前期の歌詞を利用したか。あの救出劇は大したことだよね。実際ヘスティアたちに押し付けてとんずらかよ。これ帰ってくる頃には店が潰れてるかも。シルさんとデート。訓練の成果を発揮しまくるベル。シルさんのドヤ顔雰囲気悪魔的すぎるんだよ。ダンマチ、一生ラブコメやっててもらってええですか。あーん、来た。あーんとか始めましたよこいつら。今日のベルさんは一味も二味も違うぜ。からかわれ上手のベル君じゃないんだもはや。ガチ恋距離来た。あーん、させ合うの可愛すぎか。逆にドキドキされてますやん。車道側を歩く彼氏ムーブ。シルさんをちゃんとエスコートしてる。リュウさんの脳が破壊されてしまった。デートするシーンを目の当たりにしてしまったな。ベル君を監視してる暇があるならお店の仕事やれよ。見張ってるのはヘディンだけではない。ベルとシルの見張りが過剰戦力すぎる。フレイヤファミリアのさっきにベルも気づきそうだけどな。フレイヤファミリア、一枚岩ではない。こいつら同じファミリアなのに仲悪いのか。ベル君はおかしい。正論。勝手が違いすぎてシルさんも戸惑っちゃうわな。いきなりディスられるベル。ひどい言われようだが。割と辛辣なこと言ってて草。ここぞとばかりに言いたい放題。ダンジョンバカって言われてるぞ。シルさんが頬あからめてるの本当にもう。ユリエブチシルさん可愛すぎる。
またあん来たわ。クソ、シルさんも結構可愛いじゃないか。イシタルとフレイヤは幻影の中なのか。これ双子のフレイはどうなってるんだろう。フレイヤ人気すごいな。結婚してくださいとか言ってるやついてくさ。この目は以前誰かにされたよね。魅了パワーのあるフレイヤを注目にさらすの危なそう。久しぶりの鬼しギャラ発生きた。ゲー、バレン何がしさん。アイズさんお久しぶり。何期ぶりのアイズさんだよ。これはまた気まずい。アイズさんも脳破壊される。アイズから見てもこれがおしゃれなのか。ご記者登場が脳破壊シーンとは。当ててんのよ来た。見せつけてるぜ。ダーリンは草。シルさんはベル君を引っ張りたかったのかな。脳が破壊される。もぐ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 。なんか食ってておもろい。茶が丸が止まらんバレンナ逃がし。二人のデートをおかずに飯が進む。話しかけられてる最中も物を食う手を止めないの草。本命は食い気を優先している。感情を食事量で表現するタイプか。ポニーテールペンギンフェスティア。これもこれで可愛い。清掃じゃない方がよくね。フェスティア様、戦力外通告。ポンコツすぎて追い出されたのか。追放アニメ来たな。こんな時でも使えないのか。バレンナニガシ君悪くないだろ。ほんとこの二人の関係性好き。共同戦線で草。勝手に組まされて草。勝手に人の文句な。巻き込まれていくのが増えていく。一個食べられて悲しそうな合図かわいい。シルさん激おこぷんぷん丸。まさにつけ焼き場、メッキのごとく剥がれ落ちた。マスターって言っちゃった。こいつメガネのことマスターって呼んだぞ。まあ誘拐されて数日間監禁と拷問を受けたからな。カッコつけるよりこういう素直なベル君の方がみんな好きよ。シルさんのお願い、意味深。さらってくださいだと穏やかでないな。おっと、これは駆け落ちってやつでは。ベル君は女の子さらうの得意なんだぜ。監視の目から自由になることが願いなのか。どこかの狐と同じで囲われてるな。なんかかわいそう。やはり悲劇のヒロインなのか。何もかも、じゃあおせっせ。これもメインヒロインだろ。困難されたらシルさん以外見えなくなるわ。駆け落ちなのか、それとも愛の逃避行なのか。ということで今期再度スケベエンディング。放送コードギリギリのエンディング。フレイヤがヒロインだと勘違いしそうなエンディング。いつ見ても本当にでっかい。めちゃくちゃ面白かったんだけど、もしかして動きって大体ギャグ。前シーズンみたいに美少女の内臓が飛び交うような虐殺祭りだった反動じゃね。デートアライブの主人公が断末の主人公にデート。戦争の仕方を教えるのは感慨深いな。前回すげえ嫌なやつかと思ったのに、ちょっと面白キャラで笑ってしまうわこのクソメガネ。なぜこのクソ真面目そうなエルフがこんなに女の扱いに詳しいんだ。むっつりスケベなんじゃ。ヘディン師匠は主フレイヤ様のためならばフレイヤから嫌われることすら厭わないし、主が間違ったことをしたら命がけで主をいさめるタイプの真の忠義者なんだよな。やっぱダンジョンに出会いはあるじゃねえか。ついにタイトル回収したな。なぜダンジョンにくぐるのにこんなスケベな格好で。装備重量が軽い方がステータスが上がる特性なんだろ。じゃあ全裸で潜れや。周囲完全包囲されてさっき向けられまくってるのに気づかないベル君はどうなんだ。敵意を持った視線には敏感なので気がついているけど、今はデートを成功させる方が今は大事なんだよ。断末動き第2話視聴させていただきました。終始コメディーでめちゃくちゃ面白かった。今のままで一番面白いシリーズになりそうじゃね。前半で鬼畜メガネから面白スパルタ教育されてるとこからめっちゃ面白かったんですが、カサンドラとダフネのスイーツ食事会のやりとりも普段では見れない二人のいろんな表情を見れてよかったし、後半はエスコートベル君と萌え顔連発シルさんとのデートという隙のない構成、しかも2週連続で着替えシーンを入れてくるということまでしてのける。なんだこれ神アニメか。懐かしのバレンナニガシ君も出てきたしね。これ何期以来だ。アイズ・バレンシュタインは確かベルが一目惚れした女性ですが、今も好きなんだっけ。対してアイズはベルにはまだ恋愛感情はあるらしいですが、まだ本人がその恋心に気づいてないみたいな感じだったってか。だからシルさんとベルのイチャイチャを見て嫉妬を食べることで表現したみたいなことですね。
ていうかほんと5期になって作画がめちゃくちゃ良くなってないですか。どの子もほんとに可愛くなってる。ヘスティア様のアフルエプロン衣装も可愛いかったし、しかし皿洗いもできない神様とかいろんな神見てきたけど初めてだわ。シルさんはこの2話分でほんと急激にメインヒロインポジションをかっさらってきますね。もうなんていうか一挙手一投足が可愛い。さすがにデートの時はあんなエーチな格好じゃなかったのか、あの服できたとしても訓練されたベル君は動揺しなかったのだろうか。最後には狂言誘拐のお願いか、次回のサブタイトル「伴侶ってのと合わせてなんかエーチな予感しかしないぞ」ということで過去最高に面白い動き団待ち、ここに来てこんなに面白くなってくるとは正直申し訳ないけど予想外でした。フレイヤファミリアとバトってるネタバレオープニングがあるので後半ではシリアスになるようですが、こういう構図でどのようになって戦わなきゃいけなくなるのかも興味あるし、私的に今期でもトップレベルに面白くなってます。以上、最後までご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。